こんにちは、いろどりです。今回は植木鉢スタンドにアレンジメントを作ります。黒のアイアンに合わせてお花はかっこいい雰囲気で揃えました。材料を紹介していきます。まずはお花から。ダリアのようなお花、バラのようなお花、紫のマム、白のクリスマスローズ。お花はこちらの4点を使います。グリーンはこちらを使います。雪の下バンチ、ファーンバンチ、ミニベリーバンチ、白タエスプレー、こちらの4点を使います。ベースになるのはこちらです。植木鉢スタンドと3号の鉢皿です。こちらを使ってアレンジを作ります。植木鉢スタンドは逆さまにして上にお皿を乗せます。フォームは6分の1サイズを使います。角があると刺しにくいので角を落としておきます。4つの角を落としました。今回はお皿で高さがないのでフォームの底に接着剤をつけて固定します。こちらの角も少し邪魔になりそうだったので切り落としておきます。角を切り落としました。最初に飛び出ているアイアンが危なくないように近くにこちらの葉っぱを入れていきます。葉っぱを3箇所に入れたら、こちらのお花が中心に来るように入れます。葉っぱよりも上で切って短めに使います。2つを1つの塊と考えて、中心付近にいるように刺します。真ん中のお花が入ったら、こちらのお花を前と後ろ対角線に入れます。このままだと長いので、こちらで切り分けて使います。
花が入ったら、グリーンで空いているところを埋めていきます。葉っぱはこのままだと大きいので、切り分けながら使っていきます。こちらの葉っぱも切り分けながら使っていきます。ベリーは華奢なので、お花の近くに入れて目立つように使っていきます。器を回しながらフォームが見えているところを隠していきます。こちらは壁際に置こうと思うので、後ろを少し高くしようと思います。花についていた葉っぱも使っていきます。アレンジメント完成しました。ベリーは目立つように前の方にお花の近くに入れました。後ろの方にグリーンを少し覗かせるように高めに入れています。お皿が目立たないようにグリーンは下の方にも入れています。今回は植木鉢スタンドを使ってアレンジメントを作りました。お皿がスタンドにすっぽり入っているので、安定感もしっかりしています。取り外しができるので、テーブルアレンジメントとしても楽しめます。お好みのスタイルで楽しんでみてください。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。